高原しぐれです。今回ご紹介する、あ、もうこれ外しよう。今回ご紹介するものはですね、こちらでございます。まず最初に言わせてください。クランプ先生おめでとうございます。ドン、これ見て見て、もうね、世界が待ってた。カードキャプターさくら連載開始復活クリアカード編おめでとうございます。ということで、12月2日に発売されました、名探偵コナンじゃないよ、違うよ、カードキャプターさくらの第1巻、そして、第1巻の初回限定版、もう特装版ですね、漫画家セットということで、これ内容がとんでもなく豪華でして、まずね、私さくら本当大好きで、復活しますっていう時にもやったーってなって、で、第1話目が載った仲良し、なんと完売したそうで、仲良しっていう、まあ、雑誌が完売したの、なんと約3年ぶり、3年強時間をかけてやっと完売したという、それぐらい大人気なさくらちゃんでございます。今年がカードキャプターさくら連載開始20周年ということで、もうお祭り騒ぎでございます。世間はとんでもなく桜色、だから自分はですね、さくらも大好きなので買ったんですけども、もうね、ほんと12月2日という日をもう待ちに待って、その前まですごくバタバタして、ちょっと大変すぎたんですけども、12月2日さくらを買うために私は生きるわと思って頑張って日々を過ごしておりました。そして12月2日発売日にですね、アニメート様に行きました。そしたらこれが、こっちの通常版がドーンってこう並んでて、この、初回限定版が通常版の隣にバーンって並んでて、そしてさらにこちらですね、クランプ先生が書いておりました、まあ、ちょリンク作品といえばリンク作品なんですけど、翼クロニクルの公式ガイドブック、待ってた、こういうの出るの待ってたけど中身開けらんないよ、怖くて無理だよ。そして、翼クロニクル、イラストレーションクロニクルということで、この2つも一緒に並んでて、さらにクローカードセットも並んでて、クローカードセットの占いの方もあるんですけど、それも持ってます。並んでてダーンって並んでいるのを見て、もう幸せすぎてそこで号泣しました。まずお店行って、店頭行って泣いて、手に取ってはぁって泣いて、クローカードセット欲しかったんですけれど、ちょっとお財布事情、さすがにこれで精一杯だったので、これだけになりました。こちらはですね、なんと本当にすごい、もう満載、もうだって見て、原作本が これなんだよ、原作本ここなんだけど、特典こんなに分厚いの、分厚いのっていうか箱なので、しかもお値段こっちの約6倍なの、こっちがすごくない？これね、高原はですね、絵描くのすごく苦手で、もうなんだ、ペン持った瞬間すごく苦痛に感じるぐらい絵が苦手なので、多分これは使わないし開けらんないです。開けらんないからこっちを買いました。なので、これがですね、クローカード風、中身トレース台とか、あと封印の杖型コミックペンっていうのと、あと、なぞるだけ原稿用紙、まあ、中身さくらちゃんですね、さくらちゃんの原稿用紙、それからさくらオリジナルスクリーントーンだよ、見てほら、これもうどう見てもクリアカードのトーンじゃない、すごいね、クリアカードだわ。そしてケラちゃんステンシル、これあったらケラちゃんのイラストいくらでも描けちゃうよ。そしてクローカードシート、超豪華だよ、もうこの時点で豪華じゃない、すごいよね。漫画カセット、使い方説明書もう中には入っておりますだそうです。もうね、しかもすごいの、水彩色鉛筆も入ってるの。私水彩色鉛筆これじゃなくって、本当に普通に水彩色鉛筆別に持ってるんですけど、あれすごくいいよね、色鉛筆の色合いを残しながら、絵の具のこのにじませる感じとかも出せるってことだよね。そういう
そうだよね、その色鉛筆だよね、いいよね、私の解釈合ってるはずはず。そんな、カードキャプターさくら、第1巻の初回限定版特装版漫画カセット付きと通常版のカードキャプターさくら第1巻でした。あれまだ開けられてないんですけど、ちょっと私がですね、さくらちゃん大好きすぎて復活したのに嬉しくて泣いたんですけど、なんならこちらのね、翼クロニクルとリンクしてるんじゃないかっていう説もあってですね、私もう怖くて開けられないっていう事態に発展しております。年明けたくらいに、年明けさくらちゃん映画がリバイバル上映されるんで、おめでとうございます。その頃までには開けて中読みたいなって思います。ちょっと心の準備が必要です。そろそろもうすでにさくらなのに胃が痛くなってるので心の準備をしてからこっち読もうと思います。今日のグッズ紹介はカードキャプターさくら漫画カセット付きの第1巻通常版と初回限定版のグッズでございました。クランプ先生、改めておめでとうございました。高原志村でした。